ピピロングのオレンジで。よいしょ。頑張ってください。ジャクソンフィールドテスターの浜田です。同じくジャクソンフィールドテスターのあやめです。今日はジャクソンから、ね、出てるちょっとライトゲームミックスっていうね、ちょっとライトゲーム専用の、ロッドを使ってね、沖に着くアジをちょっと仕留めたいなと思ってやってまいりました。なので、フロートアジングをね、ちょっと2人で頑張ってやっていきたいなと思うんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。これジャクソンから一応そのライトゲームミックスっていうコレクションで、オーシャンゲートから出てるラインなんですけども、コンセプトとしてこれ1本で、まあいろんな魚種であったりとかいろんなジャンルの釣りができますよっていうところの商品になってます。で、例えばその釣りをしていてジグターンやってて、で沖にまあ潮目が出たりとか、そういう時にフロートを投げたいけどジグターンのロッドは使えへんよとか、例えばそのイカが見えるけどエギ投げたらイカ釣れんのになっていう時に、わざわざ竿も変えなくても1本で全部賄えるよっていうライトゲームのロッドになっているので、これを使ってね、今日はちょっとやっていきたいなと思うんですけども、2機種のうちでこの1機種、まず74のこれ、ソリッドタイプで、ソリッドディップなので今日僕らが使うのはこれメインに使うんですけど、沖の、アジであったりとかフロートのアジングでメタルジグであったりとか、そういうどっちかというとこう縦の釣りの方で、そう竿をこうちょっと煽るような釣りの方にちょっとこう有効かなっていうロッドになってます。次にですね、もう一本あって、76っていう、機種なんですけど、こっちが一応その何が違うのって言ったら、穂先の方がティップが一応ブラの方になってて、さっきは縦の釣りでしたけど、今度は横の釣りに有効なので、だどっちかというとメバルのプラッキングだったりとか、例えばエギングだったりとかっていうところの釣りに結構有効になってきます。なのでその辺ちょっと使い分けながら、使っていただければいいかなと思います。でどの機種もエギングだったりとか、ライトロックであったりとかチヌゲーであったりとか、これ1本で全部できるん でジグターンもフロートもできるのでがおすすめのモデルになってます。フロートの先につけるワームですね。こっちがピピロング と、ピピリングで、こっちが2インチでこっちが 1.6 インチっていう形になってます。で、これに関してはこっちがタモ類なので、どっちかというと、バチであったりとかねに似せて作ったもので、こっちはエビとかベイトフィッシュですね、マイクロベイトパターンの時に使ってもらうような形になっているんですけど、当然そのセオリーとして一応そのベイトに合わすのが主なんですけど、ただまあ僕が一番意識しているのは、潮目、潮であったりとか潮が効いてる時に関してはどっちかというとこの潮髪があんまりしない、ピピロングの方で、潮に流して釣るような感じですね。でピピリングの方は潮髪が緩い時の時に、どっちかというとゆっくりホールで食わしたい、アジはゆっくりしたホールの方が食うので、でその時に潮髪がファットでちょっといいのでこっちの方を使う感じになっているので、でこのね両方あればいろんなシチュエーションで対応していけると思うので、その辺使い分けてもらって、これもまあ店頭でちょっと見てもらって手に取ってもらって使っていただければなと思うのでよろしくお願いします。フロートのちょっとリグの方を紹介させてもらいます。でこのちょっとフロートをちょっと枝数をつけて、これリーダーなんですけど、でリーダーの先枝数のところにこのフロートをつけます。で先のリーダー、まあ1キロ弱ぐらいですかねの先に、ジグヘッド、これは重り大体、まあ僕は大体 0.3 から 0.6 ぐらいでやらせてもらいます。でこれをつけて沖に、このフロートを投げて、で沖の、アジをそこで狙うという形の調法になります。はい、さあどうかな、どうでしょう。沖に向かってとりあえず、フルキャスト着底してから、だいたい潮にジグターンをなじませるんで、だいたい10秒ぐらいちょっと待ってもらって、でカウントしてもらってから、基本的にフロートって横に流すか、巻いてくるかの2パターンで、
でその中でアクションしたりとか、っていう形になってくるので、今ちょっと横に流す釣りをするので、ロッドのアクションをジグタもやるように、イメージしてもらって、ちょんちょんとして、であとそこからこうテンションホールみたいな形で潮に流すイメージ、でその時にこうアジが食ってきたら当たる感じですね。でそれで当たらなかったら、だいたいちょっと巻きであったりとかで、巻いてくる時にスーッと巻いて、ちょんちょんとアクションしてもらって、ちょっと止めて巻いてアクションして止めてみたいな感じでやっていただくと、アジの回遊してくるとアジが口を使ってくるという形になってくるので、まあ、その辺でちょっといろいろこう緩急つけながらやってもらったらいいかなと思います。まだ？うん。フロートアジングは8フィート台が結構主流で、ロングレングスが結構多いんですけど、これ74の、ソリッドで、ちょっとショートレングスなんですけど、これをまあ使うメリットとして、基本的にまあ飛距離に関してはフロートをつけるので、そんなに優越はつかないんですよね。でメリットとして一番いいのは、沖で要はリグの操作性操作をするのに、やっぱまあショートレングスの方が大きいでジグタンを扱っているようにできるので、まあ、その辺がすごいメリットになってきてて、僕らフロートアジングするのにはよく使わせてもらってます。でショートレングスなんで、今ね、女性の方とかが結構釣りする方が多いと思うので、あんまりロングよりかはショートの方が取り回しも使いやすいし、持ち疲れもないので、まあ、その辺この辺使ってもらったら結構メリットとしてはいいんじゃうかなと思いますんで、ぜひぜひちょっとこの辺ね試していただければなと思ってます。まだ回ってきませんね。なんかその辺ええ感じだもんね。そうやね、辺なだいぶ寄ってきたら釣れそうやけど、ベイヤー入ってやベイヤー待ちやで。右に流れ出したな。ねえ。そうですね。今ちょっと潮がちょっと右に速いんで、ちょっと今リグ的にはピピロングの方をちょっと使ってゆっくり流してるような感じです。よっしゃ来た。お、来ました来ました。よっしゃ。ナイス、ありがとうございます。アジですね、いいアジ。よいしょ、ピピロングのオレンジで釣れました。オレンジに変えてすぐ来ましたね。まあ、ジグヘッドがまあ 0. だいたいまあ2から6ぐらいまで使うんですけど、結構潮が緩い時なんかは 0.2 とかを使う方がこう吸い込みやすかったりとかしたりもするんで、その潮の状況に応じてちょっとジグヘッドの変化をつけていくという感じの方が、まあ魚の反応とかも変わってくるかなと思います。あとはこれからね、メバルとかもどんどん釣れてくるんで、こうアジ狙ってて、それこそ結構対抗のあるブルーバックとかも狙えるんで、結構フロートゲームってね、アジ以外にも本当にメバルとかシーバスとかチヌとかも釣れることあるんで、結構面白いですね。よっしゃ、来たー。わ、来ましたよ。
よっしゃよし、よっしゃ、釣れました。あれですね、ピピロングのクラッシュオケミで、アクションしてからのホールで食ってきましたね。多分ちょっと回遊してきたいと思うんで、まあ、ちょっと引き続きね頑張っていきたいと思います。よっしゃ、来た。お、ナイス。ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。さっきと同じ、ピピロングのオレンジですね。今日はなんかちょっとオレンジが当たりカラーですね。潮がちょっと緩いんでゆっくり流しながら出たらいい当たりが出ました。よっしゃ、来ましたよ。よっしゃじゃあ、ナイス。よし、まあまあ、エアジ。ちょっとね、ピピリングに変えてやってたんですけど、ちょっと当たらへんくて、またピピロングに戻したら巻きで、今回、結構食ってきましたね。いい感じの、なかなかいい太鼓の丸のミスね。いい感じです。よし、しょうがないですね。よっしゃ、来た。お、来ましたよ。よっしゃ、ナイス。おい、よし、いい感じです。ちょっとこれも巻きで巻いてたらコーンできましたね。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい。今日は短時間でちょっとアジの方も連発してね、ね、なんかいい感じで、うん、調校できたのかなと思います。うん、でまた皆さんとちょっとピピリング、ピピロング、ライトウィングミックスを使って、これからのシーズンちょっとアジであったりとか、まあ、メバルにも結構良かったりするんでね、その辺でちょっとフィールドの方に繰り出してもらえたらなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。